これ勝手に写真撮られるんだよな。いいよ。あ、もう撮影してんの？うん。なんだ。テーマ飯。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。名前からいかれ、名前から。こんにちは、安成です。今回の授業内容は飯っていうことについてお話ししていきたいなと思います。ご飯、飯と飯イコール、これイコールご飯ですよね。これご飯なんですね。飯イコールが。で、もし あなたが貧乏で、ちょっと絵が下手くそなんですけど、魚が一匹、魚が一匹とご飯に、ご飯にね、ご飯に梅干しが一個乗ってたとするじゃないですか。こんだけの食事だとするじゃないですか。これをこれを質素と言えるのかって。で、個人差あるかもしれないけど、個人的に。ちっちゃくなる字は。字を切り替えた方がいいよ。僕はね、これね、質素じゃないんです。質素ではない。はい。ではないんだと思います。だって理由がちゃんとあるんですけど、魚を取るには魚を取るにはどれだけの人の苦労が詰まっているかって、この一匹の魚だけでもどれだけの人の苦労が詰まっているかを分からっと言っていくんですけど、取るにはまず漁師さんいますよね。でそこからそれを、市場で売る人ね。間違えました。市場で市場で売る人で、そっからこれを市場で残ったやつをまた運ぶ人です。とで、こっからまたつなげて、で買ってくれる人、ちっちで、はいよ、どんどん進めて、書く時間がない。買う人、はい、これいわゆる母ですよね。なるほど、はいはい、母ですよね、はい、で、これを母はどうするかというと、焼いたり料理をするんですよね。なるほど、料理ね。料理つけました。ってことはで、これだけの人の漁師さんは美味しく食べてくれるかなと取った。漁師さんが取りました。で、市場の人がみんなに買ってもらって食べてほしい。で、運ぶ人は新鮮な状況を運ぶのに必死。で、買う人、お母さんはみんなに美味しく食べてほしいんです。で、この人たちの心が詰まったこの魚は質素と言えるんですか、あなた。ってことを僕は話したんですけど、怒られてさ、これもそうなんですけど、はい、同じで、これは何の絵ですか？ん？これご飯です。あ、米ね、はい、絵下手くそです、すみません。で、これも同じです。農家さん、はい、分かった、そこ省いても大丈夫ってもんよ。で、これも同じです。農家さんに売ってくれる人、うん、
なるほど。そっからまた運んでくれる人、買う人、そうですね、母ですね。米を作る前ね。米を作る前どれかかってるかってことね。はい。魚もまた感謝する人にはするには海にも感謝しないといけないんです。なるほど。それで？海から命をいただいてるね。はい。でこれだけの食材が詰まって僕たちがお腹いっぱいになるわけです。なるほど。それが質素かどうかって話でね。それがそれをあなたは質素と言えるんですか？なるほど。言いたいです。で、お父さん出てこないな。ん？お父さん。なんてこと？まあいいよいいよ。で、これお母さんで出てきたからさ。ああ。まあいいや、はい。で、で、母のこのお金はどこから出てきたのか。うん、お母さんかもしれないよ、お金は。ああ、もういい。うん、お金は、ここがお父さんです。お母さんかもしれないよ。お父さんなんです。家庭で違うじゃん。ん？家庭で違うよ。あ、お父さん。うん。うん、簡単に始めると。まあ、ここがカットだな。で、はい。親です。で、結論いく。結論、はい。結論は、はい。